トマス・ニシ六ロクザイモンは、安土・桃山時代から、江戸時代初期にかけてのキリスト教の司祭。1987年に、聖トマス・ニシと十五殉教者の一人として、カトリック教会の聖人に列せられた。1590年、ガスパル・ニシの次男として行き着き島で誕生。母は、ウルスラ・トイ。両親は敬虔なキリシタンであり、自身もカトリックの幼児洗礼を受けた。 幼少の頃アリマのセミナリオで勉学に励み、同宿になり、1620年にマニラに渡る。1624年、ドミニコ会に入り、ロザリオのトマスの修道名を授かる。1626年、被災に除海され、帰国して、迫害に苦しむ信者たちを励まし、秘跡を授け、江戸幕府の役人の目から逃れてきた。しかし、共に死亡に当たっていた東海の、 ジョルダーのアンサローネ神父を看病している最中に捕らえられ長崎に連行された。拷問を受け企業を迫られたがそれに屈せず信仰を貫き、1634年11月17日、西坂の丘で逆さ釣りの刑を受け殉教した。同時期に殉教したドミニコ会関係者15人と共に、1981年にマニラでカトリック教会の副社に挙げられ、 6年後の1987年に、ローマ教皇、ヨハネ・パウロに世によって劣勢された。同時に劣勢された、ヤクボ町長,長、ビセンテ・シオツカと共に、日本人司祭として、初めての成人となった。ありがとうございます。